どうも、オリオンでございます。ただいまね、こちら大宮公園のね、第二にいるんで、招待券の方にいるんだけどね、これから何やら、ね、はい、私がね、ロハ君がね、なんか、オリオンに、私オリオンにね、問題、クイズを出してくれるということなんで、はい、それにね、対して、答えていきたいと思いますので、ちょっと頑張ります、はい。頑張ってください。では、クイズはどういう内容ですか？オリオンさんは、アニメとか見ますか？あんまり見ないかな。だいたい歌とかしか見ないかな、YouTube でも。ああ、なるほど。あんまりアニメは見ないね。うん。まあ、たまーに鬼滅とか見たりするんだけど。ああ、鬼滅最近流行ってますよね。で、まあ、結構ね、メジャーなアニメキャラをね、まあ、出題に出すんですけど、はい。知ってるかな？とあるそのアニメの画像の、うん、まあ、一部分を出すので、何のキャラかね、当ててみてください。なるほど。一部分しか見せないと。はい。でも結構メジャーなアニメなんでね、わかると思います。で、第1問がこんな感じ。皆さんもね、答えてみてください。こちらです。なんか見たことある。あ、わかったわかった、はいはい。多分ですけど、あれかな、黒子のバスケじゃん。ブブー、銀玉だ。正解。よっしゃー。銀玉の、銀玉の、いやー、銀玉誰誰、誰、銀玉の、なんだ、銀次、銀次じゃねえ。でも分かってるね、うん。名前分からへんのよ。うん。銀玉のキャラなのしてる主人公でしょ。坂田銀時。いやー、そうか、名前分からない。坂田銀時でした。こんな感じですね。銀時で。はい。じゃあ、次行きます。はい。第2問はこんな感じです。行きますよ。はい。ちょっと待って、ちょっと待って、これ？はい。知ってるかな？知ってる知ってる、絶対知ってる。絶対知ってる？うん。本当に？イエス。見たことある？有名？有名。かなり有名。かなり有名。うん。ちょっと待って。有名なの？有名。じゃあちょっとヒント、ヒント。ヒント。今年放送されてるアニメ。嘘やろ、本当に。まあ今年つうか昨年度から放送されてる結構メジャーなアニメ。メジャーなアニメ。あの鬼滅の刃と肩並べるぐらいの結構有名なアニメです。本当？はい。な、始まりのじゃあ言葉最初は何？アニメの作品が十。十？十。あ、わかった。はい。オッケー、わかった。はい。呪術廻戦じゃん。はい。の？いや、の？の？いや、本当に呪術廻戦してるけど、俺見ないからこれ知らんよ、本当に。の、虎杖悠仁でした。あ、虎杖くんなのこれ。そうです。ちょ、待って待って待って。なるほどね。はい。じゃあ次、3問目です。3問目がこちらですね。はい。ちょっと待ってくれ、わかるかこんなもん。いや、俺ほんま知らんぞこれ。そう、知ってるか。ちょっと、まあ結構、まあ割と古いアニメですね。古い古い、俺、はい、それで見ないな。多分ね、あなたが生まれるか生まれないかぐらいの時にちょうど放送されてる。私はね、1999なんで。あ、そうですね、ちょうど放送されてる時期でしたね。そうなの。はい。このアニメは96年から2000年まで放送されました。うん、セーラームーンちゃうよな。違うね。じゃあね、なに、知らない、なんだこれ。男の人が見るようなアニメではない。男の、まあ、一部分は見て、あとまあ女子、女の子が見るようなアニメかな。女の子向けだよね。うん、俺も見たことないからわからないですけど。これはわかんないかな。はい。これは仕方ないね。答えがこれです。はい。カードキャプチャーさくら。聞いたことあるな、でも。そう、名前は結構有名。で、次がこんな感じです。あ、なんだこいつ。さあ。はい。あのさ。はい。聞いたことあるよ。はい。あー、これでぐるこれでゲームアプリでコラボったんだけど、なんだったっけな、これな。あれなんですよね。
あれだ、あれなんだっけ、リゼロだ、リゼロのね、リゼロだよね、ブブー、え、違う、違う違う、違います、リゼロじゃない、はい、これなんだ、待てよ、絶対言いたい、これはなんだっけ、ラーなんだっけ、なんかすごい、なんか弾やつやないかな、これ、そうです、あ、弾っつうかね、対岸みたい、あのレーザー撃つやつ、レーザー撃つやつ、指先からレーザー撃つやつ、レーガン、レーガン、そうそう、レーガン、レーガンって言ってる人だよ、そう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 あれ、このキャラ名前なんだったっけな、でも有名だよね、これね、結構有名、レーガンって、結構声好きなんですよね、この、うん、このキャラの、 あ、知ってんだ、やっぱ、いや、ゲームでコラボってたんですよ、うんうん、ないな、だったっけな、勇気じゃねえよな、忘れました、絶対あって思う、正解は悠々白書のブラメシユウスケ、悠々か、そうです、ガロウとかいたじゃん、ガロウ、ガロウいたっけ、あ、違う、ガロウはワンパンマンか、あー、そっちか、ワンパンマン、クラマとかじゃないの、そうか、クラマとかヒエとか、あ、ヒエヒエヒエ、そうそうそう、あれドラゴンの、次の問題はこちらですね、はい、わかるかこんなもんわかるかこんなもん、あ、いや、わかったかも、はい、俺大好きかもしれない、ナルトだよな、正解、ナルトのね名前でしょ、はい、イタチかな、イタチ、やっちゃう、イタチじゃない、サスケか、正解、おお、当たりです、これは素晴らしい、サスケくんじゃないですか、こんな感じです、イエー、いや、サスケくん、ナルトってだけだいたいわかる、これメインもわかったね、そうなの、アニメの描写がね、次はこちら、はい、パッと見ルパン三世かと思ったけど、うん、違うね、ヒントあるな、ヒント、そうですね、1987年から放送されたアニメです、あのマグナムで、マグナム、そう、いろんなテロリストを討伐したりとか撃退したりとかするアニメ、舞台は新宿、いい、そんなこと言われてもな、舞台新宿、はい、何やろう、そのマグナム一丁で悪党どもを撃退するアニメだけど、あの女の子がすごいスケベ、スケベなキャラクターです、スケベ、いや、ちょっと待って、何年そのアニメ、ちょっとパスだね、パス、これちょっと知らんわ、多分答えは、シティーハンターサイバーリョウでした、あるやん、シティーハンターの名前知らんけど、あの一昨年に劇場版のシティハンターで放送されてて、興行年始もなかなかいってましたね、シティハンターちゃうんかい、なるほどな、すげえ、割と簡単じゃないですかね、これは答えられると思います、はい、こちらですね、俺のことだから知らんぞはい、知るかこんなもん、意外と簡単じゃねえ、難しいわアニメ知らん俺に、なんやろ、可愛いんだけどね、うん、なんやろうな、これこれヒントある、なんかヒント、ヒント、うん、SAO、 SAO、 これ略した言葉、アルファベットで、あ、アルファベット SAO、 あ、はい、ああ、分かった、なるほどね、はい、ソードアートオンラインじゃん、正解、よっしゃ、来たの、ソードアートオンラインのね、いや、名前は知らんぞ、アスナ、アスナ、あ、そう、アスナさんでしたね、 SAO、 なるほど、ソードアートオンラインか、こんな感じです、アスナちゃんだったんですね、次、次はちょっと難しいね、無理やん、こちらです、怖いね、もう、はい、やった、むずいの同じような出したな、
ゃなんかなんやろな。でも聞いたことあるアニメだと思うんだけどさ。アニメだよね。アニメです。これいつから放送されてない？1998年に放送されました。まだやってる？やってないです。もうやってない。やってない。ちょっと画面が、ね、やってないか。はい。知ってるかな。じゃあ知ってる人と知らない人で分かれますね。多分世代によっては、多分最近の若い方は多分知らないと思いますね。なんで多分30後半とか40代ぐらいの人がちょうどドンピシャ世代だと思います。ロハさんは知ってんだよね。知ってます。見たことあります。生まれた時からやってたのかな。あんま見ないからな。答え言いますよ、はい、答えはカウボーイビハップ。あー全く知らない。スパイクでした。全く聞いたことない。これは仕方ない。ごめんね、ちょっと画面が濡れてる。ちょっとブズないこれ。そうですね。じゃあ次は割ともうすぐ答えられるような。あ、よし来た。これいいよ。こちらです。これ多分ね3秒ぐらいで答えられます。よっしゃ。せーの。はい。セーラームーンね。はい。セーラームーンの。ウサギ。正解。よっしゃ。3秒経ってない。これは分かるわ。1秒で。これは分かるわ。こんな感じですね。好きのウサギか。で最終問題ですね。来た。最終的答えですこれ。こんな感じです。これもすぐ答えられると思います。わかるか。何がすぐと答えられると思う。いや、これなんだろうな。アニメでしょ。はい。最初の言葉あるな。アニメの始まりの言葉。し。し？し。またシティハンターじゃん。違うよ。じゃあな。もっと最近のアニメだよ。し？し。わかんないな。し。し。絶対知ってる。もう一文字。し。ん。しん？しん。しん？しん。しん。しん。あの2013年に放送開始されたアニメで、漫画発刊されたのが2009年とかそれぐらいですね。シンで名言が駆逐してやる。なあ、聞いたことあるな。シンシン。そうです。シンシンシンゲ。ちょ待て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 。ゲ。やめなさい。どうしました。シンゲ。はい。シンゲ。シンゲ。もうここまで来たらわかるでしょ。パス。シンゲ。はい、何。木の巨人。あ、はい。進撃の巨人。進撃の巨人のリヴァイ兵長さん。リヴァイさんだったんですか。そう。はい、てな感じでね。てな感じで、はい、10問出しました。セラムの1問分かったな。そうですね。ちょっとむずいのもあったけど。いや、最後答えたかったは、進撃。あ、進撃。そう。リヴァイ兵長、かなりメジャーなアニメで。あ、今放送されてるんでしたっけ。なんか去年とかですよね、放送されてたのが。巨人が気持ち悪すぎる、ちょっと。うん。ゾッとくる。あれ、映画館で見たらちょっと結構、グロいんや。あれはなかなか閲覧注意ですね。あの、巨人の顔がね、はい、ちょっとキモいからね。うん。てな感じでね。こういうクイズを出させてもらったら、またやりたいね。そうですね、なんか別の形式でやりたいですね。ちょっと雨がなんかだいぶ降ってきたんでね。そうですね。うちはあの明日ちょっとあれ、まあ、お仕事があるんで、今日はここら辺までで、はい、ちょっとなんかすごい肌寒い中お疲れ様でした。ロハさんはこれから大宮行くのかなっていう。あ、検討中ですね。はい。ということで僕はじゃあこのままじゃ帰ろうかなと。はい。だいぶ人帰っちゃったね、もう雨だからね。ですね。ということでじゃあ。この雨の中でだけどお疲れ様です。はい、サラダバー。どうも、さよなら。